世界の主な海流。南極寒流は南極大陸周囲を西から東に流れている。南極終極流、または南極寒流とは南極大陸の周りを取り囲むように東向きに流れる海流のことである。西風海流、寒南極海流とも呼ばれる。南極終極流は地球上で最大の海流である。典型的な流速は24メートル毎秒。 流幅が広く、厚さが3000メートル以上であるため、流量としては100、150スベルドラップに達する。大まかな流れの中心は、太平洋とインド洋では、南位50度付近、大西洋では、南位60度付近にある。南半球の偏西風によって、主に駆動されており、南極周極流の位置は、偏西風の緯度と大体一致している。他の海域の風性循環とは異なり、 西岸境界流が存在しないため、偏成風が供給する東向き運動量は、海底地形に由来する形状応力とバランスしている。南極終極流における海洋フロントの構造を、欧州へ通るに基づく、流路は海陸分布や海底地形の影響を受けて変化する。すなわち、大西洋中央海嶺の南端、インド洋のケルゲレン海大、東。 太平洋海嶺の末端など、海底の浅いところでは流向きが北側に曲がり、これらを乗り越えると南側に曲がる。浅い海底地形の下流側では、海洋渦の形成が盛んに行われ、水海交換のホットスポットとなっている。複数の海洋フロントに伴う、東向き流ジェットによって構成されており、亜熱帯付近のサバントクティックフロント、中心付近のポーラーフロント、 アカンタイ付近のサザン ACC フロントが主なフロントとして知られている。南極州極流の南限であるサザンバウンダリは上部四五面循環の南限に対応する。南極州極流のさらに南側には大陸放射面に沿って西向きに流れる南極斜面流が存在しており、南極州極流との間で時計回りのアカンタイ、循環を形成している。 全球の海洋深層循環の模式図。南極周極流は太平洋、大西洋、インド洋の3つの対応をつなぐことで地球上の熱と物質の再分配を担っている。具体的には西、東オーストラリア、ペルー、フォークランド、ブラジル、アガラス海流などによって水海の交換が行われている。南極周極流を横切る流れとして低層では 南極沿岸の海氷生産に由来する南極低層水が低緯度側へと輸送されている。一方で中心層ではグリーンランド沖で沈み込んだ北大西洋深層水に由来する中国深層水が渦格散などによって高緯度側へと輸送されている。したがって南極周極流は全球の海洋深層循環の中枢であり地球上の熱循環と炭素循環を考える上で 本質的に重要である。南極終極流によって、東向きに運ばれる周国深層水は、南極沿岸域において、最も高温、高塩分な水海であるため、南極の気候を制御している。周国深層水が、南極の大陸方に流入すると、南極の棚氷の誘拐を引き起こす。こうして、海が供給する熱が、南極氷床の誘拐が進行している。 主な原因となっている。地球温暖化に伴って変性風が強化されることが予測されているが、風が強くなると中国新総水の極無き渦輸送を強化する可能性があるため、氷床誘拐への影響が懸念されている。ありがとうございます。